FC。 はい、どうもエデポンゲです。これはね、後付け実況になっております。ガチャがね、ガチャっていうか福引き来たんでね、この黄金竜装備、天空装備登場っていうことで、これガンガン回していきますんで、よろしくお願いします。2万8000ジェムぐらい、プラス昨日、もう引いちゃった。早いけどね、これ鎧出たんよ。鎧、新しい黄金竜鎧上プラス、アークブレイドのやつ、ミラクルボディね。これミラクルボディ炎ブレスダメージね。これめっちゃ喜んでた、これ出た時。正直めちゃくちゃ喜んでた。で、何よりアークブレイド、これ大天収納権はもう、めっちゃ嬉しかった。今まで持ってなかったんで、これある内ではね、本当にいろいろね、回復手段、やっぱりバトンアスとかね、回復手段が限られてくる。メイソー持ってないし、でもう2回目いっちゃいます。2回目これもうすぐいっちゃうから、今回全部スキップした。スキップで次出たのがね、なんともう1個出ちゃった、アークブレイド。これでね、2本出たんで、とりあえず1本は破壊の前にね、下が出てるなっていうのを気づく。ちょっと止まるんで、ここ、ちょっと止まって、ちょっと乱れる、カットせいって話なんだけど、後付けなんでね、これ黄金竜のね、下恵み、なんか 50% なんかなるやつで、闇ブレスダメージの 30% 減。これでね、上とね、下揃っちゃったみたいな新装備ね。プラス光のドレス、これも持ってなかったから、めっちゃ嬉しい。で、アークブレイド。プラスアークブレイド。で、盾は見ない。盾見ない。一応回復盾なんだけどね、あれ。回復盾で。今持ってる回復盾の中で、ちょっと確認する、ここで。ちょっと確認する。何があんのかなって思って。天空装備も入ってんだな。で、上下揃った、あと何揃ってないかなってのを一旦確認する、ここで。盾、そうだ、では盾が必要なんだって、ここで一回思い出すわけよ、これ。で、この盾一体どんな盾かな、ガードのね、魔法効かないよみたいな盾かなみたいな、一回確認した、ここで。なんだったらルビ盾の方回そうかなとも思った。けどやっぱ新ガチャ欲しい。残念。ね。1回目と2回目ちょっと調子良すぎたね。20連目めっちゃ調子良かった。まあ一旦ここら辺でね、まあけど持ってない星5のね、武器だったから、まあ嬉しい。考え中。19350まだ行くからね、新装備。ここ止まるんだよね。めっちゃ焦ってる。って今戻った、で回す。するとこれはちょっと嬉しかった。ビッグベン。できればね、ビッグバンもね、2本欲しい。1本は取り出し用で、もう1本は、普通に強化する用として。なんかコレクターみたいだよね。ビッグバン。これ、シンプルにね、これはね、育てようと思った。育てようと思った武器の一つ。ラミアスの剣。ビッグバンめっちゃ強いからね、メラ属性の全体攻撃。で、通常攻撃になんかデインが出るよね。デインが。続けて。はい。残念。ただね、これ天使ブーメラン嬉しいし、エンデの鎧は持ってるから、一突できるなっていう感じ。グリンガムもね、錬金してね、星ついてるやつあるから、取り出し用で。錬金しちゃおうかなっていうところで、一回ここでね、道具いっぱいになったんで、ここはカットします。はい、ってなわけでね、戻ってきて早速回します。後付け実況意外といいね。なんか動画に合わせて喋らなきゃいけないから、なんか勢いづくね。なかなか残念。もうすぐ行くから、もう、天道大車輪なんかいらない。天道大車輪かなんかね、そういう、ここで一回考える。ルビスの装備ロトの装備って考えつつも、やっぱりね、新装備ちょっと欲しいよね。なんだったら天空系もね、こっちにあるから、どっちかっていうとこっちだよね。正直エテがロトとルビスで欲しいのは盾のみだから、なんだったらこっち頭欲しいなって思いながら見てる。
で黄金竜ムチ、これピオリムね、新しく実装されたからね、せっかくだったら欲しいね。回すよね、こっち回すね。残り1万ジェムこっち行っちゃうから、相手はでこっち行っちゃう、そういう男だから。はい、なんとなんとです、爪出ちゃった。爪、まあね、これ見た感じね、まあ嬉しいんだけど、なんか能力あんまり微妙な感じがしないでもない、なんかよくわからん、これに関しては。で下、これは嬉しい、今新錬金来てるからね。でこれを持ってなかったら嬉しい。でこれ新鉄拳、新鉄拳系、新鉄拳系、これ新鉄拳はなんか会心なんかバキバキ出るから、嬉しかった、持ってなかったんで。オリハルコンの爪ね、オリハルコンの爪ね。だから武器はどんどん被ってくれていい、取り出したいから。でサクッと引いちゃったら盾出ちゃうんだね。ね、もうこれもうここでもう得てテンションマックス、もう発狂中で、はぁはぁって言ってるから今、もうね、動画回してないのに、はぁって言ってたから、この時。もうすぐにツイッターにね、アップしたかったけど、まあ、動画ね、こう、出したかったから、これ我慢。で、気づいてないかもしれないけど、爪出てるから、爪。これ、取り出します。1個取り出す用と、育てる用で。ね、2個出たら、もう今後は得て、被り次第ね、もう武器はどんどん壊し事も、うん。じゃないとね、スキルがね、枯渇してる。んで、こっちまだ行くから、頭が出てないからね。何にしろ頭が出てない。揃えたい、もうこうなると。揃えたいけど出ん。けども盾2個目。なんと天空の盾も出てしまうという。で、新盾も出たし、天空盾あるし、で、力盾あるから、もうめっちゃ見るね、めっちゃ見る。天空竜の守護めっちゃ見るから、ここ。もう連打。鬼でちょっとブレスダメージコーパー。うん、で、アークウィップと、ドラゴンキラー、超ドラゴンキラー出たし、これも壊そうかなって感じ。さ、これでね、終了というわけで、1350ジム。なかなか今回はね、いい引きだったんじゃないかな。頭出なかったのがちょっと心残りなんだけども、縦いっぱい出たし、いいかなって感じです。あとはね、強化するだけで、強化頑張って、終わっちゃった。うん、で、昨日3000ジェムまた配布されたんでね、一応これは、今日、日曜日で、昼まで、ガチャ昼まで、福引き昼までだったから、仕事の休憩中にね、回したんで、スクショ撮っといたんでね、まあ、一応最後に貼っ付けておきます。ね、こんな感じでした。はい。残念。はい、てなわけで、今回の、の2万8000ジェムプラス3000、3万1000ジェム、ぶっぱでした。なかなかいい引きでした。はい。やっぱね、福引きは回しどころが大事。こういう11連イベントとかね、ドラクエの日とかね、なかなか、出してくれるから、うん。こういうとこにね、狙い絞っていこう。はい、てなわけで、エーテボンゲでした。お疲れ様でした。後付け楽しい。